不本意ながら今日からお前と一緒に暮らすことになった。そんなわけでよろしくな。ちょっと待て、意味がわからない。そりゃそうだろう。なんでお前と一緒に暮らさないといけないんだ。それにはな、深い理由があって。深い理由？私の家とお前の家、借金があるらしくてな。ただ飯ぐらいを追い出したかったらしい。浅いにも程があるだろ、その理由。二人で協力して頑張れたとさ。いや、だってどこに住めばいいんだよ。家は提供してくれるみたいだけど。そっちの方が高くつくだろ。うちのお母さんすごい人だから、いろんな知り合いいてさ。安く借りられるってことか。すごい人なら借金しないでほしいんだけどな。まあそんな長い期間じゃないみたいだから。ちょっとの間だけなんだな。うん、なんかいろいろと忙しくなるみたいだから、その間だけ。まあそれならいいか。ちょっと面白そうだし。実は私、一人暮らしとかしてみたかったんだよね。二人暮らしだけどな。そうなんだよ、お前さえいなければ完璧だったのに。一応幼馴染だし、他の奴に比べたらマシだけどな。まあな、お前俺しか友達いなかったし。そうそう、ずっと男にばっかりくっついてたよね。その喋り方も俺の影響か。それはどうだろう、よくわかんないや。できればもっと女の子らしく喋ってほしいんだけどな。本当は兄貴の家に行こうかと思ったんだけど、新婚だからさ。あー、そりゃいけないわな。なんでも相手は元ニートで、元メイドらしいぞ。どんな人生歩んでんだよ、その人。まあ悪い人じゃないみたいだけど。あ、ここだここ。かなり立派じゃないか。恐るべし、うちの母。広。二人で住む広さじゃないな。男、テレビがでっかいぞ。そういうとこしか見ないのか、お前は。うわぁ、これなら何年でも暮らしたくなるな。いや、それはちょっと。あ、あれあれ、あれなんだ？人の話聞けよ。ベッドがある。ベッドくらいで騒ぐなよ。だって、私の家はずっと布団だったんだぜ。私、これに憧れてたんだ。そんなもんなのか。ふかふか、あれ？どうした？このベッド、かなりでかいんだけど、やっぱり高級品なのかな？ダブルベッドじゃないか、それ。何？その、ダブルベッドって、二人で寝るのか？多分、そうだと思う。何考えてんだ、母さんは。可愛い娘にこんな獣と、二人で寝ろと？獣ってなんだよ、獣って。いいよ、いざとなったらソファーで寝る。え、いいよ別に。昔はほら、二人で寝たりしただろ。急に下手になれないよ。別にあれだぞ、一緒に寝たいわけじゃないからな。わかってるよ。わかってんならいい。で、まあ家事は私がやる。俺はバイトに出て金を稼ぐ。こんな感じでやっていけばなんとかなるだろう。お前家事できるっけ？え、いや、まあ料理はちょっと自信ないけど。大丈夫だって、そのうち覚えるから。しばらくは惣菜にしといた方が無難だな。じゃあまあとりあえず任せるぞ。ああどんと来い。ちなみに得意料理は？女さんの3分クッキング、バリエーションは豊富。カップラーメンは料理とは言わない。お湯に浸すのもできる。レトルトカレーも料理とは言わない。ごめん、やっぱり料理だけ手伝ってくれ。了解。なんかお米がびちゃびちゃしてないか？お前が水加減間違ったんだろ。やっぱりそうなのかな。ちなみに味噌汁も辛い。嘘！うわ、しょっぱ。精進します。でもほら、この野菜炒めはうまいだろ。うまいな。俺が作ったんだけある。あれそうだっけ。お風呂沸いたけど。体気しなかったか？最近はスイッチ式だろ。どっちから入る？先に入っていいよ、後でのんびり入るから。あ、うん。
それじゃあ先に入るね。おう。なんか今変な会話してるみたいだったな。おう、シャンプーも高そうなやつだ。ふぅ、なんか疲れたな。男と二人暮らしか。なんかちょっと楽しみかも。かもだけどな。あくまでかもだから。風呂でもうるさいな、あいつは。かも？お待たせ。次どうぞ。ははーん。さては私のパジャマ姿に見とれてるな。いや、お前って気痩せするタイプなのかと思ってたけど。え？本当にぺったんこなんだな。うるさい、やい、バカ。A で悪いか？カップ数まで聞いてないんだけどな。先に言っとくけど、触ったりしたら、ダメだからな。触らないっての。寝たふりして触るのもダメだからな。触らないって言ってるだろ。じゃあいい。おやすみ。おやすみ。触られたらどうしよう。おはよう。触らないのかよ。なんだよ、朝っぱらから。別に、大したことじゃないけど。それより、朝飯は？ああ、そっか。めんどくさいな。母親のありがたさがわかるよな、こういう時。いいから手伝ってくれよ。目玉焼きの作り方を教えてくれる約束だろ？卵焼きが作れるようになるまで何日かかるかな。焦げた。強火でやりすぎなんだよ。もう一回だ。もう一回。焦げた。もう一回。あれ、今何時だ？え？あ、遅刻。朝飯は食パンな。一昔前の少女漫画かよ。セーフ。間に合ったな。ほっぺたにジャムついてるぞ。え？あ、早く言えよ。全力疾走してたもんだから、つい。もう、あ、お前だってついてる。嘘だろ？お前は本当に可愛くないな。暗に自分は可愛いって言ってないか？じゃあ俺は、このままバイトに行くから。え？ああ、そっか。じゃあ頑張れよ。おう。ちゅ、一緒に帰れると思ったのに。ああ、帰ったら洗濯とかしないといけないんだっけ。なんか大変だよな。親元から離れるのって。私の下着と男の下着が絡み合って、なんか複雑だな。さて、今日は男もいないし、私一人で料理を作らないとな。メニューは簡単だし、カレーかな。人参、玉ねぎ、豚肉、じゃがいも、カレールー。ツッコミがいないのって寂しいな。ただいま。お帰り。早速だが、飯にしようぜ。腹減った。うん。なんだこれ。カレーだよ。見ればわかるだろ。カレールー入れすぎだろ。行ってきまーす。日曜の朝っぱらからどこ行くんだ？別に、なんか用事があるわけじゃないよ。ここだよな。今の時間だと、兄貴は仕事かな？ピンポーン。はーい。機嫌悪そう。私は低血圧なのに。あの、料理を。料理？というわけなんです。大変ですね。相手が正常な味覚を持っている方だと。兄貴は異常なんですか？恋以上の悪敷です。さて始めましょうか。どうだ？これなら文句のつけようがないだろう。うまいな。だろ？いやー、兄貴もいい人を嫁さんにしてくれたよ。だけどさ。ん？二日連続でカレーはちょっと。仕方ないだろ？カレーしか教わらなかったんだから。じゃあおやすみ。やっぱり一緒に寝るのって照れるよな。私って結局、こいつのこと好きなのかな。恋愛なんてしたことないからわかんないけど。なんかブツブツうるさいな、こいつ。男、帰ろうぜ。ああ、今行く。男さ、恋愛って何だと思う？え？なんだよ、その顔は。いや、まさか、女の口からそんな言葉を聞くとは思わなくて。失礼なやつだな。私だって一応、女の子なんだぜ。女の子が、なんだぜ、とか、あんまり言わないと思うけどな。実はさ、クラスの女子が、この間、彼氏できたらしくて。ふんふん。それで？今日にはもう、違うやつと付き合ってたんだよ。
ああ、いるな、そういうやつ。しかも、前の恋人の悪口ばっか言ってるし、恋愛って何なのかなって。そうだな。多分だけど、彼女たちにとって恋人は高価なバッグみたいなものなんだ。バッグの中に何を入れるかなんて誰も考えない。とりあえず、見栄えがいいバッグを選ぶ。内面は気にしない。それで？それを見せびらかしたり、優越感に浸るために買うんだからな。中に何が入ってるかなんて、誰も触れようとしなくなってる。で、ブームが過ぎたら、惜しげもなく捨てて、時代遅れと罵るんだよ。それも恋愛っていうのか？多分な。少なくとも、彼女たちにとってはそうなんだろう。バッグの中身とか、性能にこだわるのは、大体大人の女性だからな。なるほどね。つまり私は大人の女性なのか。え？いや別に、なんでもない。それよりさ、今日の晩飯何がいい？鶏肉の唐揚げかな。作れない。わかったわかった。今度メールで姉さんに聞いとくよ。姉さん？兄貴の奥さん、料理うまいんだぜ。メールで聞いただけで作れるのか？私はもうあれだ。コックさんのレベル。焦げちゃった。皿洗いでもしてろ、見習いコック。じゃあバイト行ってくるけど、大丈夫か？え、大丈夫って何が？いや、最近疲れてるみたいだからさ。何言ってんだ。私の体力知ってるだろ？それもそっか。じゃあ行ってくる。おう、しっかり稼いでこいよ。掃除しなくちゃ。ただいま。寝てる。やっぱ疲れてるんだろうな。今何時？22時前。ごめん。すぐ夕食作るから。いや、いいよ。洗濯とかもやるから、休んでろ。え？疲れてるだろ。休め。でもさ、やっぱいいよ。私やる。無理しなくていいっての。無理なんかしてないって。男が洗濯したら、私の下着で何するかわからないからな。お前なぁ。だから、男こそ休みなよ。バイトで疲れてるだろ。でも。いいからいいから、早く寝ちゃえよ。ひび割れ。よし、食器洗いも終わったし、寝るかな。ぐぅ。こいつも疲れてるんだろうけど、ちょっとくらい甘えたっていいよな。ぎゅっ。おやすみ。朝か。おはよう。今朝は早いな。たまには。なんか恥ずかしくて顔が見れない。女。え？なんだよ。焦げてる。え？それはそうと、食パンどこだっけ？結局今朝も食パンかよ。だいたい、女の子と二人で生活なんて男の夢だろ？女の子にもよるだろ。なんだよそれ、私じゃ不満だってのか？いや、そういうわけじゃないよ。ただ料理くらいはと。じゃあ何か、料理ができれば私は理想的な女の子なんだな。まあ好印象にはなるな。へえ、別に興味ないけど。もっと早く言えよそういうの。姉さん、料理を教えてください。ガチャ。え？その、ごめんなさい。ちょっと待ってください。誤解です。つまり、ゴキブリが出て、つい抱きついていただけと。お恥ずかしい話ですが。いきなり入るお前が悪い。悪かったって。それで、料理教えてくれなんて言える雰囲気じゃないよな。いや、ごめん。出直すよ。もう遅いし、送ってやるよ。なあ、兄貴。ん？料理できる女ってどう思う？そりゃあまあ理想だな。やっぱりそうだよな。誰でもできる50のレシピか。買っちゃおうかな。料理のできる理想の女の子。これください。買っちゃったよ。なんか空じゃないよな、こういうの。適量ってなんだよ、適量って。その適量が知りたいからこの本買ったんだろ？
だから少女ってどれくらいなんだよ。から。なんで私ってこうなんだろう。こんなことならもっと家事を手伝っておくんだったな。おいおい、洗濯物山積みだぞ。あ、ごめん、あはは。あははってお前、しっかり頼むぞ。うん、ごめん。とりあえず飯にしようぜ。あ、パン飯も、ちょっと失敗した。いや、それは仕方ないよ。え、そうかな。元からあんまり期待してないからな。おやすみ。うん、おやすみ。はぁ、なんかしんどいな。頑張れば頑張るほど裏目っていうか、無駄な努力っていうか。ああ、もう、こんなの私らしくないよな。でさ、このテレビなんだけど。ん？すごいんだぜ。ニュースとか天気とか見られるんだ。うん、今や常識だよな。科学の進歩だよな。すごい。やっぱり人の話聞かないのな。これ、私の家に持って帰っちゃいけないかな。ダメだろ。アイス買ってきたぞ、アイス。アイス？なんでまたいきなり。なんか今日暑いからさ、ガリガリとハーゲンダッツ、どっちがいい？落差のありすぎる二つだな。で、どっちがいい？ガリガリだよな。ガリガリだろ？ガリガリでいいよ。えへ、やったー。まあ、いいか。嬉しそうだし。なんだよ。やっぱり悪いからさ、半分こにしないか？いや、いいよ、別に。遠慮しなくていいって。ほら、口開けろ。いや、いいっての。ほら、食べろ。食べてくれよ。なんでそんな向きになってんだよ。え、いや、別に。関節とかは別に考えてない。断じて。いただきます。うん、どうぞ。なんだよ。まずいならまずいって言えよ。うまいな、これは。ほんと？うまい？うん、うまい。へえ。まあ、当然だけどな。私が作ったんだし。やば。これ、顔、あからむな。今日は何作ろうかな。肉じゃがとか好きかな、あいつ。まあ、いっか。作ってみようっと。なんかちょっと楽しいな。ひょっとして私って、コックさんに向いてたりするのか？いった！指切ったー！いや、ダメだって。そんな、いきなり。まず、告白して、デートして、手をつないで、キスして、そこからだろ？順序がおかしい。ダメだってば、いや。ピピピピピ。例のごとく、夢落ちか。大体、こんだけ一緒にいて、手も握らないってどう思います？さあ、世の中にはいきなり来たメイドを雇った上に、襲わない人間もいますから。はあ。で、その人のことが好きなんですか？いや、そういうわけじゃなくてですね。好きでもない殿方に触れられたいのですか？知性というやつですね。そんな。時には素直になるのも大事かと思いますが、私の言えたきりではありませんけどね。今日もいい天気だな。そうだな。これくらいの気温がちょうどいい。洗濯物干すかな？なあ。ん？たまには二人で出かけてみないか？え、それって、デートだよな。うわ、遊園地なんて何年ぶりだよ。俺も全く来てないな。久しぶりに見ると楽しめそうだ。うん、なんかちょっとワクワクしてきた。してきたも何も、さっきから興奮しっぱなしだろ。あはは、まあね。ワクワクよりドキドキの方が強いんだけどね。おい、やめよ。やめよってば。怖いのか？怖いわけないだろ。この私が、たかがお化け屋敷くらいで。じゃあ入ろうぜ。うん。キャー！やだ、来るな！いや、あれ作り物。もうやだ！早く出ようよ！お前が歩かなきゃ出られないんだが。やだ！お化け来るもん！歩かない！もういい。下ろして。もう大丈夫なのか？うん。ごめんな。おんぶまでさせちゃって。気にすんなって。ああ、でも。ん？なんで女の子背負ってるのに胸が当たらないんだ？うるせえ！
うるさいよ、胸がない女の子だっているんだよ。大体なんで巨乳ばっかもてはやされるんだ。さあ、胸が小さい方が軽いし邪魔にならないし最高じゃないか。そうは言ってもな。もういい、次行くぞ。次。はいはい、よし、いつものテンションに戻ったな。ジェットコースター1時間待ちか。まあ気長に待とうぜ。うん、そうだな。周りカップルばっか。ちょっと暑いな。いや、でも私たちも恋人同士に見えるのかな。えへへ。どうした？え、ううん、なんでもない、なんでもないよ。なんか気持ち悪いな、こいつ。はあ、歩き疲れたな。そろそろ帰るか？おいおい、まだ観覧車乗ってないだろ。ああ、そうだな、行くか。うん、その話したいこともあるし。観覧車も久しぶり。そうだな。でさ、うん、明日で終わりなんだってね、この生活。そうらしいな。俺も父親から連絡があった。ねえ男、私との二人暮らしが終わるって聞いてどう思った？どういう意味だ？悲しいとか嬉しいとかそういう意味。女は？私は切ないよ。できればこれからも一緒にいたい。私の料理食べてもらって二人で一緒に寝て、そんな生活が送りたい。そんなのは無理だ。うん、そうだよね。変なこと言ってごめん。いや、それよりほら、風景綺麗だよ。綺麗なんだろうな、ぼやけちゃって全然見えないけど。それじゃあバイバイ。根性の別れみたいに言うなよ。また明日学校でな。うん、じゃあな。ああ、さてと、明日に備えて今日は早く寝るか。明日言う。あんな、入るよ。ん？はーい。どうしたの？いや、感想を聞いておこうかと思ってね。感想？ああ、そういうこと。どうだったんだい？楽しかったよ。それから、幸せだった。すごく。というか、借金とかも嘘なんだろ？ん？前々から母さんは、私と男をくっつけようとしてたじゃないか。そうだっけかね。そんなことしなくても大丈夫だよ。私本当は昔から男のこと好きだったから。そうかい、そりゃよかった。おはよう男。おはよう。なんだ、寝不足か？いや、そうじゃなくて、ホームルーム始まるまで時間あるか？あるけど。大事な話があって。わかった。私はほら、こんな性格だから、まどろっこしいのは嫌いなんだ。そんなのは百も承知だ。だからさ、あんまり可愛らしいのは期待しないでくれよ。何の話？頬をあからめてとか、うつむきながらとか、そういうのはできない。だけど、これだけは伝える。私は男が好きだ。何か言ってくれよ。いいよ、断られるってなんとなく分かってたから。ありがとう女。それからごめん。何謝ってるんだよバカ。いや、そうだな、私が悪いんだよ。分不相応っていうか、柄にもないことしちゃったから。じゃあ私教室に戻るから。ああ。はあ、断られるって分かってた？バカじゃないの私。本当はちょっとだけ期待してたくせに。ホームルームが始まる前にみんなに話がある。男。はい。男？親の仕事の関係で転校することになりました。え？借金、仕事、あれって本当だったのか？新しい仕事のために転校するの？じゃあ、さっきの告白は？バカか私は。関係ないに決まってるだろう。そうだ、関係ないのに、まだちらつく。まだ好きか嫌いか、言ってもらってない。というわけで男は。やめろ、そうだ、
やめろ。これ以上希望を持とうとするな。それがきっと正しいから。正しいんだろうけど。ガタ。男！どうした女。私のこと好き？好きだよ。だから待っててくれ。迎えに来るから待ってろ。うん、待ってる。それからはまた一緒に暮らそう。今度は無期限じゃなきゃ嫌だぜ。ああ、今度は無期限、ずっと一緒にいよう。なんだ、お前も来てたのか。そういうお前もだろうに、なんかここが落ち着くからな。あはは、私もだよ。すっぱり別れられないところが私たちらしいよな。自分で言うなよ。なあ、いつ引っ越すんだ？明日。そっか、明日行っちゃうのか。ああ。明日からしばらく会えないんだな。そうなるな。じゃあ今日だけ、今夜だけはお前に甘えてもいいよな。2年後。先生、これわかんない。ああダメダメ、まず自分でやってみなさい。嫌だなとか苦手だなって思ってたものが好きになったりするんだよ、意外に。例えば、そうだな、料理とか。女先生、女先生、至急職員室に。ありゃ、私なんかしたっけ。どんな悪いことしたの。たくさんありすぎて見当がつかないな。まあとにかく行ってくるか。達者でな、お前たち。あ、やあ女先生、ご機嫌いかがですか。お前、まさかお前が教師になるとは夢にも。あ、まだ研修生だっけ。バカ、そんなことどうでもいい。ああごめん。遅いんだよお前、2年も待たせやがって。まあ落ち着け。とりあえず無理だ、お前には言いたいことがたくさんあるんだよ。まあいいよ、それは後にしといてやるから。助かる。今ここでキスしてくれ。いやここ職員室だし。もう我慢できないんだよ。でもさ。嫌だってんなら今この場で押し倒すぞ。相変わらずだなお前。いいから早くしてくれ。満足か。まあとりあえずこの場はな。また一緒に暮らせるんだよな。そうだ。それもこれからはずっと一緒に暮らせる。よーし、じゃあ今日は久々にあれを振る舞ってやろう。先に言っとくが仕事の後だぞ。え、あ、うん、わかってるよ。で、あれって？ん？決まってるだろ。女さん特製の手作りカレー。おしまい。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、評価、よろしくお願いいたします。